おはようございます。ただいま朝の8時前ですね。埼玉スタジアムにやってきました。今日はこの後フジゼロックススーパーカップが行われます。さあ今から私は原さんを迎えに行きたいと思います。もうすぐ原さんがスタジアムに到着されるということなので、合流場所に行ってみます。すでに多くのサポーターの皆さんが来てます。今9時になったんで、今からこのスタジアムグルメの販売が始まります。あ、原さん、原さん到着、おはようございます。おはようございます。天気いいな。はい、風がないからあったかいんだ。朝の9時10分、もうお店やってる？はい、あの9時から販売開始しまして。あ、グラパン買うかな。買いますか？グラパン弱手だよな。いや、今ならまだ買えるよ、ね、買います、買います。ちょっと待って、グラパンはコッペパンだよな。はい、ただ種類が何があるんだろう。アンパンとかそういうのしかないのかな。あ、これグラパン、ほらやっぱでかいじゃん。あ、すごい、ありがとうございます。やっぱアンバター1個買っとくかな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これだって俺いつも貼ってんだよ、森岡行ってあのお店まで行っていろいろ入れてくれるんだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。でかくて、盛岡のソウルフードだ。あ、そうですか。三大麺あるじゃん、ジャジャ麺とかさ、あの冷麺とかさ、はいはい、あとなんだ、なんかあんだよ。あ、わんこそば。わんこそば。で、それなんだけど、盛岡の人に行くと、この具材のパンで、はい、コッペパン、これ、あんバターとかもできてるやつだけど、はい、あのそのちゃんとしたその福田屋さんに行くと、駅にも入ってるんだけど、なんかこう好きなの入れてくれるトッピングで、だからサラダだったりさ、そうなんですか、コロッケだったり、なんか何でも野菜だったり、はい、そういうトッピングできるのよ。え、何を食べた方がいいって言われたっけ。なんかすごいおすすめ多かったよね。あれです、まずは自作のソーセージ食べて。あ、でもそれは食べたことあるよ。で、あと金沢のチャンカレー、チャンピオンカレー。ああ、そうだそうだ。ソーセージ盛りやっぱ人気か。これですよ、ソーセージ盛り。やっぱりすごいタッパー持ってきてるよ、見てる、あのおじさんに入れてる。本当だ、あれすごいね。ちょっと覗き、タッパー忘れちゃった俺。覗いてみましょう。タッパーでかいの来たらさ、こんなでかいのに入れてくれるんだよ。あ、本当だ、ちょっと見てみます。すごい、わあ、すごい、すごいですね。タッパー忘れた。あれ、タッパーに入れてくれるんですか。そうです。そうだよ、タッパー持ってきて入れてくれるんですよね。え、持ってきたタッパーにバーンって入れる。はい、持ってこないと、ああいう、ああいうほら、ああ、あのぐらい、ああだから、大きい方がじゃあいいじゃないですか。あとこれだ、福島。え、このサタロウパイ。あ、これですね、芋栗サタロウさん。芋栗サタロウ買ってこいよ。はい、5個買ってってみんなにやる。おはようございます。おはようございます。おいしいですよね。はい、 ありがとうございます。いや、これこんな、こんな感じです。880円です。じゃあこれください。はい、ありがとうございます。820円お返しします。ありがとうございます。わ、すごい美味しいですね、これ。はい、あ、で、これです、チャンカレーって。なんこれ、これがチャンピオンカレー。あ、これですよ、チャンピオンカレー。買っとくけどさ、今は食えねえ。まだ腹いっぱいだから。なんだそれって言われないよ。ちょっと、ここらカレー、え、これだよ、チャンカレー。後で買いに来てみるか。はい、はい、一緒に取りますか。取りません。原さん、持ちましょうか、どれか。朝の9時ですから。電話が鳴っちゃった。何中間言うやつ。朝相変わらずの人気ですね。はい、OK です。あの、ソーセージのいい匂いがすごいさっきからするんですよね、朝から。マコロうまいんだよ。俺前もらったの、徳島で行こう。 あれちょっと買おうよ。はい、
かまたまーれさぬきのやつですね。さぬきうどんも今食えねえな。あーもう全部食べたい。でもさ見てみこれ、これうまそうだよ。大エビ天ぷらうどん。マクロじゃあ、じゃあ2つください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うまそうだよ。うまそうですね、本当に。はい、こんにちは。ありがとうございます。声が素敵だなと思って、ね、顔見ないで声だな。サイチーズ、はい、ありがとうございます。記念になりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。イベントだけ楽しみに来ました。あ、そうなんですか。はい、そうなんだ。試合は、試合は見ずに、おい、やっぱりこういう方がいらっしゃるんですね。キャラクターを楽しむ。あ、ですよね。これだけ人気のこういう集まるのないですね。そうですね、はい、アベイに行かなくても食べられるやつ楽しんでてください。はい、あ、ちなみにあっちに、うん、あのいくつかブースが出ててイベントのちょっと行ってもいいですか。何やってるの。あそこね、マスコット大集合ブースっていうのがありまして、あ、それか。あそこになんかすごいぬいぐるみがいっぱいあるんですよね。すごいですよ。ちょっと中入って。だからみんな買ってんか。はい、これ結構これだけここで揃うっていうのはすごいですね。初めて。これジリューキングです、ね、はい、これジリューキングです、ね、はい、これマリノスケ君で、ここにビビ君もいます。あ、ビビ君、はい、ビビ君は人気あるんじゃない。やっぱり人気あるのは前の方にいたんだ。あ、そうなの。じゃあ近いんですね。そうです、だから原田さんが。あ、やばい、FC 東京ってここで持ってきた。そうです、FC 東京です。あ、すごいの人です、ね、はい、2月、今日8でしたっけね。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあまたよろしく、東京もよろしくお願いします。どこ行くの。ガンプラ、ガンダムの。あ、言ってたな。ガンプラブースがあって、まあ俺はこういうジリーグバージョン売ってるんですよ。これ結構みんな買ってくれてんね。いや、そうですよ。ちょっと あそこ見てみましょう、真ん中のところ。これか。これですよ。これは高いんじゃないのか。あれ後ろに並んでんか。そうですよ。でも皆さんこうやって並んでて、どうですか原さん、ガンダム。なんか子供の頃、子供ちっちゃい子だったら今子だったり好きなんだろうなって感じ。かっこいいですよね。自分がちっちゃかったら確かに揃えたりとかね、はい、自分で作ったりするのこれ。そうです、組み立てんだよね、はい、あ、なんかそういうの懐かしいな。かっこいいですよね。かっこいいわ、はい、確かに。限定版ではみんなちょっと買って帰りたいとか、子供とか孫に買って帰りたいっていう人が多いんじゃない。はい、で何これ、何が人気あるのこれ。え、薩摩、鹿児島から。あ、鹿児島ですか。これは何が人気あるんですか。京阪が。京阪ね、鹿児島ね、そうだ、はい、スタジアムで並んで買えないからいつも買ってない。原さん、この間唐揚げ食べられてました。あ、唐揚げ食べたよ。あ、なぜ生ハム丼。あ、そうだ、あのね、ここいっぱいだったから、はい、ついてると思って買ったの。すごい人気ですね。はい、ありがたいです。また鹿児島も応援に行きますよ。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。YouTube 見てます。ありがとうございます。もういるだけでお腹空いてきたんですけどね。お腹空いてきたんだ。ほんとお腹いっぱいなはずなのに、いい匂いするから。やっぱチャンピオンカレーも有名か。あ、これ、唐揚げいかがでしょうか。キミちゃん唐揚げって、なんかサポーターからキミちゃん唐揚げをぜひ食べてくださいって言われたんで買いに来ました。山口ですね。山口から来ました。山口は下でやってるからしょうがないな。美味しそう。2つください。はい、ありがとうございます。あ、確かに美味しそう。これを買った方がいいってサポーターからの。こちらも誰だか分かんないけどね、なんか、はい、行くんだって言ったらこれをぜひ食べてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。行った。はい、そろそろ。そうですね、戻って試合を見ないと。結構増えてきたな、やっぱり。そうですね、いつの間にか。はい、いつの間にか。写真お願いします。あ、いいですよ。
あのこっちバックのがいっぱいあるのがなんか逆光じゃないらしい。はい、じゃあ行きましょう。今日はみんなで来られたんですか。はい、家族で行きます。はい、チーズ。はい、はい、頑張ってください。もういいですか。はい、お願いしてもいいですか。はい、はい、チーズ。はい、チーズ。はい、ポーズ。もう一枚。はい、はい、はい、ありがとうございます。いつも見てます。はい、もう10時です、サラさん。はい、行かないと。すいません。サラさんは今からネクストジェネレーションマッチを見にスタジアムに戻ります。そうね、10時だもんね。はい、10時20分僕なんですけど、今10時なので、ああ急いで戻ってます。え、大丈夫です。まだ後で。はい、さあ原さん、これからネクストジェネレーションマッチの試合見るんですけども、エミーウォッシュを体験します。これここのカメラですね。あの笑顔、ここ手出してください。で、笑顔を認識すると出ねえよ。笑顔じゃないんじゃないですか。あ、来た、来た、はい、いいね。みんな笑顔になるね。 そんなのあんだ。で今実証実験中で、これで笑顔が溜まっていくと、うん、その溜まった分だけこの会社さんが、うん、除菌が必要なような国に、うーん、除菌する。それはいいね。それいいだろ、はい、でこれを、まあ、勝手な僕の妄想ですけど、56クラブやるとこれ外れるので、うん、これを J リーグのそのクラブのマークにして、はい、とかにして。そうだね、出ますかね。ほら出た、これすぐ出るよ。笑顔、これで笑顔が得意になるかもね。そうです。あ、もう並んでます。結構いたよな。はい、もうこれから行ったんじゃない。いや、じゃあ安田さん、おはようございます。初めて VIP 席座ったんですけど、めちゃくちゃ座りやすいですね。こういう形になってるんですね。今日マリノスはやっぱり当然すごいこう普段からやってるチームだからですよね、うん、だからこういい感じでやってるように、もう立ち上がりだけだけど見えるけどね。焼いてましょうかね。いやもう焼いた焼いた焼いた連呼しないでください。はい、3、2、1、はい、ありがとうございます。どうでしたね、何かあの逆にそうですね、スピード感がないとかちょっと時間かかって、前半のアディショナルが5分で、あの後半3分でしたので、はい、全体にこうなんか VR で時間がだらだらいったって感覚は全然なかったですね。そこは OK です。うん、はい、あれは前半のマリノス、F マリノスの1点目さ、中川がこうガチャってこう行って、あの9番がこうやったりじゃなくて、あれ前だったら、あの なんだろう、キーパーにファールみたいに思ったのを、あれはで後で映像で見たら、ちゃんと中川の方が触っていて、レフリーも見ていたけど、僕からまず発信してた、はい、あ、そうだ、やるね。右足でちゃんとゴール触る。そうだよね、はい、そう先にね、先に触る。だからあれ普通はさ、それが分かんないから、うん、なんか怖くて、なんかキーパーも倒れてると、あそこでファンじゃないかみたいな、ありそうな場面だよね、はいはい、それをちゃんと確認して、そこもコミュニケーション取って、言ってることは、その通りだ、呼ばないでいいんだ。それさ、なんかの番組でやるんだよ。何かの番組って1個しかないじゃん。でもあれちゃんと分かって、それってむしろやった方がいい。あのあれがちゃんとゴールだっていうのは、すごくいい。中川先生は何も悪いことしてない。してないよね。VR の方が疲れる。疲れるの方が難しい。まあ本当疲れます。疲れる。もう今もまたそんな
目のアイマスクでして、ね、今5分ぐらい休めたんですけど、力が入る。いや、よかったです。でもいい人、そうだ、ありがとうございます。また1年間、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今年は VR だけで。ABS だけで。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でございます。これで全部終了。これ全部終了でございます。原さん、後で選手と写真撮りますか？え、撮るの？今日撮んないです。撮んないでいいんじゃない？あ、そうですか、わかりました。いいと思います。はい、じゃあ原さんとはここで終了。あ、終了しようよ。はい、すいません、ね、審判の方々のあの晴れ晴れしい顔があったね。はい、じゃあしかも飯田純平は俺が学芸大の時に FC 東京で育った。で、相良は焼いたあの同郷だし。お疲れ様でした。では J リーグ TV のチャンネル登録はこちらからお願いします。よろしくお願いします。